方の UAV を配置した。はい、どうもジャヌダルクです。というわけで今回もコールオブデューティー MW 早速ね実況プレイやっていくんですけども、今回紹介する銃は現代中の現代戦銃でして、2015年だとか2016年頃に世に出回った近代化されたショットガンなんですけども、もう見た目が明らかに AS-12 とか AA-12 といったもうアサルトライフルスタイルのセミオートショットガンなんですよね。一応まあ中身は違いますが AK モデルのショットガン、サイガ12、まあ、BO2 で登場したので記憶にある方も多いと思いますが、まあ、あれにこう非常によく似たデザインで、まあ、戦争では使われてないですね。はい、まあ、どっちかっていうとクレー射撃だとか、まあ、撃ってこう反動を楽しむっていうコンセプトの銃なんですが、まさかの2016年の記事にはなるんですけど世界最速のセミオートショットガンらしいですね。このオリジン12がやばくないですか。30発の弾を8秒で撃ち切ることができる、もはや競技用の銃ってなんぞやって感じではあるんですが、今回ねこちら COD でも初登場ということで早速ね、紹介の方やっていくんですけども、まあ大体そうですね、レベルこれぐらいまで上げたんですが、普通に強いです。最初の段階でこういう形で射程距離アップでペレットのばらつき減少っていうのがあるので、まあ普通になんか使っててめちゃめちゃ弱いみたいな、 BO4 でもなんかショットガン使えない時期あったじゃないですか。もうあんなこともなくもう無難に近距離最強だよねっていうのがあって、 ADS しないですねこの武器は。一応 ADS はできるんですけど、マジでこれ使う人、腰打ちで使ってます。もうそれぐらいね、腰打ち専用武器みたいな形ですので、ちょっとまあそこら辺もね、うまいこと、紹介の方やっていこうかなと思います。はい、ということで、これからもね、Call of Duty MW の動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価お願いします。はい、ということで、シュートハウスのヘッドクォーターやっていきたいと思います。もうマジで強いというか、その、なんて言うんだろう、裏取りした時の爽快感が半端ない。もちろん遠距離に関しては、多分一番使えないショットガンかな。だからまあ ADS する必要がほとんどないんですよ。そう、まだね、725とかは遠距離強いじゃないですか。ADS すると。で、モデル680も、ADS すると、そこそこの距離が届くというか、まあ、スラッグ弾がこちらもあるので、まだ使えると。で、R90 も、ダブルバレルショットガンなので、まあ、ADS して2発撃ち込むと、そこそこの距離が持っていけるんですが、まあ、この武器に関しては、その、ばらつき方がひどいんですよね。その代わり、めちゃめちゃ当たり判定がでかいんで、もう腰打ちでもう連射しながら、もう脳筋でやると、めちゃめちゃ強いと。はい。まあ、そういった感じの銃ですので、今回もしっかりと突撃していけたらなと思います。さあさあ、スモークが来ましたね。いた。こんな感じ。こんな感じ。もうマジで、スモーク投げて、そこに、もうひたすらショットガンで突る。そう。だから、まあ、キルレはね、取れない時はあるんですけども、使っていて楽しかった。だからもう簡単にレベル上げもこちらのマップでできたんで、まあ、全然マシかなとは。まあ、普通のね、地熱マップで使えるかどうかはまた置いといて、シュートハウスでは間違いなく、まあ、ショットガンとしては使える方。725より下手し、安定するんじゃないかな。よいしょ。適当に、よいしょ、マイン焚いといて、ちょっとマインチャレンジキルがあるので、ここら辺適当に焚きながら、よいしょ、回り回って、ナイス1キル。さあ、ワンショットワンキルできましたね。オッケー。そこだ！オッケー！気持ちいい！これが、ショットガンですよ。いたな、敵。リロードしてからのこれ。オッケー。からの、二人目をしっかりとカットして、よいしょ、入っていきましょう。やめて！来ないでくれ！頼む！お願いします。UAV出します。お願いします。いるかな？いた。オッケー。強マジで。さあ、多分こっち来ますね。こっちいるので、しっかりと詰めていきながら、V 取るまで溜まった。いやー、気持ちいい、マジで。もう見たらわかるでしょ。もうなんか本当に、なんか頭の悪い武器。まあ、とりあえず立ち回りだけはできるんですよ、僕みたいな。突ることはできるんですけど、ってエイム力がないんですっていう方は、ぜひこの武器を使ってほしいですね。ただちょっとこういった形で、ダブルタップ走りしちゃうと、とっさのうちは負けちゃうことがありますので、できるだけまあ、走り動作からの復帰が早くなるアタッチメントだとかつけて、まあ、やっていただけたらなーと思いまーす。待てよ、スモーク一回焚こっか。よいしょ。ここにセンサーマインを焚いておきながら、ナイス V 取る。いいね。多分これは取れるんじゃないか。頑張れ V 取る。やってんね。ナイス。後ろいれ、いたよさっき。大丈夫気のせい。ほ、オッケー。強。向こう行こっか、これ。よいしょ。こっち行ったら、多分あっちの、中庭じゃないよ。この L 字のところから入っていけるんですよね。そう。こういう形。こういう形。大丈夫か。いやー、まずそっちから来るか。さあ、ということで、早くも18キル。いいですね。めっちゃ楽しんでる。やばいやばい。この武器めっちゃ強い。あっちかー、リスポーン。いたな。ちょっとね、あれは後ろから捌きましょう、1枚。ワンショットワンキル。からの、しっかりとワンショットワンキル。はははは。これやばいな。
ちなみにこれね、さらに火力上げれるんですよ。まあ、レートは上げれないんですが、威力ですね。威力の方が、マガジンの2個目かな。で、アンロックできるので、それもまあまあ強いかと思いきや、今度その、なんて言うんだろうね、あんまり弾が散らばんないんで、その腰打ちで脳筋突っていうのが難しくなってくるんですよ。そう。それがちょっと問題かなと、もうめっちゃ待ってるやん。旗取らずにそこいるな、マジで猛者プレイ。味方一緒に行こうぜ。あ、ウィルソン出してくれてる。ありがたい、それは。ありがてえ。オッケー、ナイス。ギリギリ抑えたよ。さあ、ちょっとでもいいから抑えていけたらなと思うんですけど、まさかのやられる。まあ、こういう形で刺さんないときはまずとことん刺さんないんで、なかなか辛いときはあるんですが、まあ、ヘッドクォーターに関してはほんと一生とつっとけば報われるゲームなんで、まだこのモードは強いかなと。ナイス。さあ、無力化していきましょう。人がたくさん乗ってると早く終わる。リロードして。いいね。さあ、早めに終わらせつつ、どうしようかな。次のスポーンが左か。やばそう、バレてる。スモーク焚いて、こっちから回っていく。どうしようかな、いけるかな。お、オッケー。上いそうだね、これ。いや、味方がいてくれてる気がする。オッケー。大丈夫だね。ふっ、オッケー。ヘッドショット。さあ、とりあえずこっからうまいこと立ち回っていきたいんですが、ここのポジション取っとけば割とそこの防衛はすぐいけるので強いんですけども。おい、ナイス。さあ、クレーマーを破壊した。うわ、センサーマインが。ははははは。X ファイルかな ?UFO が回ってますね。いた。オッケー、ナイス。ストッピングパワー弾があるんで、ワンショットワンキルが可能。イエイボンライン。よいしょ。セムテックス大量に投げていくんです。そこです。オッケー、上から失礼。多分いるんだよな、そこ。いた。そこです。オッケー。スモークオンラインからのストッピングパワー弾使って、とすります。そこ、L 字はクリア。その奥いる。オッケー。さあ、しっかりと中距離も制しつつ、まさかの後ろ。やばいな、防衛していきたいんだけど、さすがにレンジ的には厳しいんだよな。やばそう。バレた。どうする？いつ行く？今でしょ！オッケー！ダブルキル！ちょっと抑えたね。ほんとビビたるもんだけど抑えた。いたな。さあ、うまいことスモーク焚いていきながら、全然炊けてないね。あれさ、デザートイーグルで抜けるかな？無理だね。オッケー。からの左。オッケー。うまい立ち回り。で、多分ね、奥から来るんですよ。危ねえ。さすがにそれはビビるわ。よし。はあ！お前どんだけ来んの？もう角待ち多すぎんご。お前どうせゲリラだろ。ほら、ゲリラ。まあ、UAV 出てなかったから意味ないんだけど、ちょっとね、立ち回り的にもうなんか敵のパークを刺しちゃうっていう。いますね。上から失礼。ダブルキルコース、ナイス。からのデザートイーグル切り替えて、すかさず、持ってきたかったけど危ない。リロードする。よいしょ。さあ、しっかりと奥にセムテックス転がしていきながら、角待ちしてんね、これ。ほ、オッケー。ナイス。ふぅ。角待ちとか100年早いわ。いや、けどこれも時間制限で抑えられそうですね。よいしょ。とりあえずまあ、クソみたいな形で、ショットガン大量に投げていきながら、このショットガンで、こういう風に突っていく。よいしょ。で、そこ来られたらめんどくさいんで、しっかりと投げも投げて。いいね。しっかりと抑える。来い。オッケー。ははは。強すぎ打ち。さあ、しっかりとレーザー隠しながら、この、立ち回り。二人目は無理。はい、ということで、無事勝利。さあ、私のハイライト。これ気持ちよかったよな。ね。いや、マジ、これで開幕 V トール出したのが、マジ、戦況として、でかかったんじゃないかな。はい、ということで、お次、チームデスマッチ。まあ、このゲームの闇ですね。まあ、イモれば割と強いゲームじゃないですか。割とじゃねえわ。イモった方が強いじゃないですか。まあ、もちろん、オブジェクト系が絡んでくると、突る前提での話になってくるんで、まあ、このショットガンが強かったんですけども、じゃあ、もう、イモる専門に関してのこのモード、チームデスマッチ、闇のモード、まあ、この闇のデュエルですね。こちらであれば、このオリジン中にどれぐらい輝けるのか、ちょっとね、見せていこうかなと思います。はい、まあ、こういう形で、もう、脳筋ではもうやられていくと。さあ、しっかりと立ち回ってね、もうこの武器がどれぐらいえげつない武器なのか、まあ、お見せできたらなと思うんですけども、何にも賞賛ないですね。考えなしでちょっと来ました。もう勢いと乗りだけで、もう、このチームデスマッチ乗り切ってやろうかなと。もうさっきの、ね、無双があれば、ワンチャン、無理だよな、これ。もうあんなのさ、ショットガンで詰めれるわけねえじゃん。725のスラッグ弾使わないと無理よ、あんなの。行くしかねえ。男なら行く。うおぉ。うお。はぁ、やつもショットガンだったのか。フォースがあらんこと。よし。いやー、725のオーバーキルでしたね。あれはまあまあやばい。オッケー、1キル。さあさあ、パーソナルレーダーしっかりと出しつつ、これで赤点が出た。リロードして。デッドサイレンスをオンラインで。どうしよう。デッサうまいこと使いたいんだけどな。オッケー。待って、後ろいんな、これ。やばそう！マジ逃げたかったー。まあ、けど全然あれですね。至近距離は最強なので、別段なんかこう、めちゃめちゃ弱いってことはないですね。まあ、どっかしらでやっぱこう、接敵、近距離で接敵するわけなんで、そこでしっかりと、まあ、枯れたら OK かなとは。は？みんな。ダブルキルコース、OK。デッサの力よ！うおー！
まずは右クリア。大丈夫。オッケー、インキャはいない。右いそう。オッケー、インキャカット。うっ、そこだ。まだいる。よし、オッケー。ふぅ。さあ、UAV 出していく前に巡航で買っちゃいましょうか、最悪。うわー、全部建物じゃない？いや、外周いるね、君。湧いたところすまんが。生贄となってもらおう。よーし、オッケー。さあさあ、ということで、もうちょっと前出てから UAV 使いましょうか。いや、真下来るね、これ。そこです。ははは、強い。こんなお前、かどましされたら勝てへんやん。来るね。こんなん、だからかどましされたら勝てへんやんって。ははは。いたな。1枚。オッケー。よし、このままちょっと奥まで吐きましょうか。もう最悪まで行けば、オッケー。勝ち。おい、なんか、BFH みたいなことになってんぞ、お前。BFH! ははは。きつ。よいしょ、巡航ミサイル行きまーす。なんか BFH もさ、ああいう柵の、なんか後ろで湧くんだけど、もうそこの方に永遠にモルトフ投げられて終わっちゃうっていうね、火炎瓶投げられて。そう、そういうね、とんでもないゲームがあったんですよ。まあみんなはもう知らないと思いますが。まあ僕もそんなやってないんですけども、動画見たらエグかったね。マジ。うわー、言ったそばからこうやって火炎瓶投げてくるやつ。まあそういうね、なんて言うんだろう。まあ、クンさんがまた BFH やってる頃とかはもうエグかったですね。だからもうこのゲームがクソゲーっていうのも、僕はもう慣れてます。あの惨劇を乗り越えて今ちゃんと BF が新作出てるんで、そう、BF5 実況者ってちゃんといるんで、僕は大丈夫かなと。まあ割とチリスやばいですけどね。うん。さあ、UAV 出して。後ろいますね。角待ちしつつ、そこです。きつーこれ。さあ、巡航を出していきまーす。建物の中か、外周もいんな。いいね、あそこ撃ち落とすか。死ね！オッケー！はい、ということで、無事勝利。23キル、1アシスト。まあ、そこまでアシストしてないんですが、まあ、圧倒的ね、キル数見せつけられたんでよかったんじゃないかなと。まあ、これからもね、こういった形で、コールオブデューティー MW の動画上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くようにチャンネル登録、高評価、お願いします。それではご視聴、ありがとうございました。